投稿者さんは、日本に来て気づくことの一つとして、一般車両の状態の良さであり、古い車をあまり見ないことを挙げています。また、その理由として、買い替えが比較的早いこと、2年に一度車検があること、凹みや傷があることを恥ずかしく思い、すぐに直すこと、新興住宅地では、屋根付き車庫がある家が多いことだと考えてらっしゃるようです。人によると言ってしまえば、それまでなんでしょうけど、外国の方は、凹みなどそこまで気にしないという話は、聞いたことがありますし、海外の映像を見ると、確かに日本に比べ、古い車の割合が多い気もします。日本の一般車両のこの特徴に、外国人の反応は、さて、